全米女子オープン最終日、2020年12月14日、テキサス州ヒューストンチャンピオンズ、GC サイプレースクリーク、C6399 ヤード、パー71。悪天候のため、前日から順延されていた全米女子オープンの最終ラウンドは、14日、日本時間同日、深夜に再開。打差の単独首位で 残り18ホールを迎えた渋野ひな子22、サントリーは2バーディー、5ボギーの74で回り、通算1アンダーで4位に終わった。首位と5打差の9位から出た、世界ランク94位のキン・アリム、韓国が6バーディー、2ボギーの67と伸ばし、通算 3, 3アンダーで初のメジャー制覇を果たした。気温は6度にまで低下するなど、極寒との戦い。渋野は序盤からショットが乱れ。 2番パー4で、左ラフからの2打目を、手前の木に当てるミスで、ボギーが先行したパー5では、第2打が、グリーンをオーバーし、奥のラフに打ち込んだが、3打目をピンまで2メートルに寄せると、難しいスライスラインを決めて、パーをセーブした。これで、流れを引き寄せるかに見えたが、7番パー4でグリーンを外し、この日、2つ目のボギーとし、この時点で同組の、オルソン、米国に並ばれた。 後半に入ると、10番パー4で2メートルを外してボギー。11番でも2打目をバンカーに入れて、連続ボギーとし、苦しい流れが続いた。だが、13番パー5で約3メートルを沈めて、この日初バーディー。通算1アンダーとし、先にホールアウトしたキン・アリムを追った。果敢にピンを狙った16番、パー3は、5メートルのバーディーチャンスが惜しくも、右に抜けてパー。 17番パー4は第2打をピン手前6メートルにつけたが、3パットのボギーで力尽きた。最終ホールはバーディーで締めて、笑顔で戦い年で笑顔で戦いを終えた。昨年8月の英寿全英女子オープンで、日本人42年ぶり、史上2人目のメジャー制覇を果たした22歳。日本人史上初のメジャー、2冠はならなかったが、大きな自信と手応えをつかんだはずだ。 オールアウト後にテレビインタビューに応じた渋野は悔しいです。めっちゃ悔しいけど、これが今の実力なんだなと、受け止めるしかないと思いますと振り返った。今大会が、今年の最終戦。この大会で得られたものは、という問いには、今年1年を考えると、よく頑張ったのかなって思うんですけど、と、目を潤ませて、言葉をつまらせた。 そして、日本から声援を送ってくれたファンに向けて、長い1週間、本当にありがとうございました。最終的には優勝できなかったですけど、悔いはないので、来年、再来年、もっと強くなって、そういう姿を皆さんの前で見せられるように、練習に励みますので、よろしくお願いしますと頭を下げた。全米女子オープン1946年に、 1> 第1回大会が開催された現存する女子最古のメジャーで、今年で第75回を迎える。日本勢の最高成績は、87年にプレーオフの末に敗れた岡本彩子の2位。今年はテキサス州ヒューストンに位置するチャンピオンズ GC が舞台。同コースでは69年に男子の全米オープンが開催されたが、今大会は初開催となる。 予選はサイプレスクリーク C6731 ヤードパー71とジャック・ラビット C6558 ヤードパー71の2コースを使用し決勝はサイプレスクリーク C のみで行われている渋野日向子悔し涙今年1年を考えるとよく頑張ったかなと全米女子オープン最終日74で2打差4位惜敗昨年のメジャー英ーグ全英女子オープン覇者の 日向子、22サントリーは、1打差単独首位で出て、2バーディー、5ボギーの74と伸ばせず、通算1アンダーの4位で終えた、日本人初のメジャー、2勝目はならず、ホールアウト直後のテレビインタビューでは、悔し涙を浮かべ、口ごもる場面も見られた、5日間を終えた気持ちは、ん、悔しいです。めっちゃ悔しいけど、これが今の実力なんだな、と受け止めるしかないと思います。 1一打差、首位の最終日は、どういう考えで挑んだ先のことばかりを考えず、目の前のことに、しっかり集中して、やるべきことをやろうとして、ずっとやっていったんですけど、なかなかうまくいかなかったですね。気温6度の寒さの影響は、かなり飛距離も落ちてしまって、本当に飛距離落ちるどころか、自分のスイングもできずに、18ホールを終わってしまったという感じだったので、最後までなかなか取り戻すことができませんでした。 今大会で何を得られたまあ、今年1年を考えると、よく頑張ったかなと思うんですけど、悔し涙で目を潤ませるこの1日目、2日目のゴルフが良すぎたというか、自分でもなかなか、なんでこんなによるんだろう、なんでこんなに入るんだろうという感じだったので、3日目、4日目のゴルフが、今の自分なのかな、とすごく痛感しています。日本で応援していたファンへ一言 長い一週間、応援本当にありがとうございました。最終的には、優勝はできなかったですけど、悔いはないので、来年、再来年はもっと強くなって、そういう姿を皆さんの前で見せられるように、これからも練習に励みますので、これからも応援、よろしくお願いします。新型コロナウイルスの影響で、6月から延期され、史上最も遅い時期のメジャーとして、無観客で開催された。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。